福岡でちょっと気になるものがありましたので、買ってきて今回は食べてみたいと思います。もともと言われてたんだけどね、そのホットエンペラー激辛明太子、期限もちょっとギリギリでは確か大丈夫だな。あ、もう過ぎてる。いやまあ冷凍だから大丈夫だな。タレの詰め合わせだからまあタレが多分辛い。そこまで極辛味の明太子、ホットエンペラーソースがけお好みの辛さで召し上がります。ということで、じゃあ食べてみますか。まずはそのまま召し上がりください。次に明太子に別添えのホットエンペラーソースをかけて召し上がりいただくと、一層刺激的な辛さや味の変化をお楽しみいただけます。ということで、ちょっと持ってきました。まだソースはまだかけていません。明太子ってこんな色だったっけな、本当に。まあ、とりあえずまずはじゃあこの紙通りそのまま食べてみようと思います。まあ、とりあえず。この辺でいいかな。いただきます。舐めてた。正直大したことないと思って食ったけど舐めてた。辛っ。え、このレベル、え、かけずにこのレベル、そうだろう。え、ちょっと待って、あ、てかこれ自体が、これもしかしてこれ、これがこの味？あ、若干違うな。あー、でも、なんだろう。いや、辛い。いや、食べれるけど、ペヤングに比べたら全然辛くないんだけど、頭がすごいブワッとなんかなってるって言えばいいの？ブワッと汗できてる。予想より辛かった。まあせっかくなのでね、全部かけてね。これでね、これでつけてね、いただきます。
あのね、これかけてももうね、辛さの限度は変わらない、正直。なんか、おい。あ、辛い。赤。まあ、これ、ご飯進むわ。ご飯が進む、違う意味です、ご飯進むわ。まあ、辛さに限度は必要だけど、あ、これも結構、口の中残るやつだわ。病み上がり喉にはちょっとあんまり良くないな これ。まあ、とりあえず、あとはご飯と一緒に食べようと思います。辛さの、比率とか考えたらどうなんだろうな。蒙古タンメンといい勝負かもしれないな、この辛さは。結構単品で食うもんじゃない。やっぱせめてこれご飯と一緒に食べないとちょっとしんどいかな、味的にも。まあ、ということで、福屋の、まあ、福岡行けば多分、福屋っていう店結構見かけて、どこにでもこれ置いてあったので、まあ、もし、興味ある方は、福岡行った際には、まあ、今はちょっとね、なんだかんだ自粛中なのでね、難しいかもしれませんけれども、まあ、通販でもあったのかな、ありますので、まあ、よかったら、興味ある方は、買ってみてください。ということで、今回は、激辛食べ物で、この辛子明太子を食べてみた動画でした。ご視聴ありがとうございました。